いやー、先週の土曜日は寒かったね寒ー、屋かっ上。たね。あのね、寒くない。ロケーションは良かった。天気も良かったから、本当に自然の恵ミみ？ラーボールね。違う、自然のミラーボール。リンゴの電飾がくるくる回ってるし、リンゴ釣っちゃったよ。かっこいいな。リンゴの電飾がぐるぐる回ってたし、綺麗に星も見えてたし、すごかったでね。ね、風もなかったの、実は。で、天気的にはすごいいい天気で、あったかい日だったんだけど、いかんせん屋上、何にもないわけ、周りに。こう、あったかくなるようなもの的なものが。たよ、ホットチョコレートが。ホットチョコレートだってすぐホットじゃなくなっちゃうようなあれだったじゃない。ね、まあ考えてみれば当たり前なんだけど、アイスリンクがあって、で屋上で全面もう外ですよ。じーっとしてるともう寒くてね、大変だったよね。大変だったよ、お腹が。お腹も大変だったけど、ユーストもなかできなくてね。ユースト、あれはちょっと、あれだね。あのユースト鳴らしたの、最終的にはちゃんとユーストやったんだけど、どうもね、何言ってるかよく分かんないっていうような音声になっちゃったみたいで、とりあえずワイワイ楽しくやってるっていうのはどうにか伝わっ何人たぐみらい来たたい。の、あれ。イベントに力、50人くらい。だよね。あすごかっのたよまあね。こうなんていうの、いわゆるお店でやる飲み会とかと違って、こうずっとみんながそのお部屋の中にいるとかっていうわけじゃないから、多少こうちょっと流動したりとかはあったんだけど、多分こう来た人をこうざっとリストをアップしたところ50人くらいは、マイフェイスマイステイマイフェイスマイマイフェイスマイスタイル関連でね、50人ぐらいは大体来てくれて、まあ、あとDJs の皆さんの知り合いとか、あと空と庭さんの知り合いとか、もうちょっとは来てたみたいなんで、ちょっと来てた。そうないでしょ。まあ来たでしょ。来てたみたいなんで、まあ、もう少し人数はいちょったとと思ね。うんですけど、50人くらい来て、初めてマイフェイスマイスタイル関連のイベントとかそういったものには結構見てる。初めてすいません。っていう人も来てくれたし、まあ、遠くは京都から、それから千葉、埼玉、神奈川、静岡ね、からも来てくれた、まあ、関東結構近郊というか、亮太からもね。そう来てくれて、すごかった亮な、太のね、生演奏。DJ のこのクッあ、こういうのないんだ。DJ つなぐの DJ 音を、亮もう、太のパッパ生ス演タパンパ奏ンスタで、パンパンパンっていすごい盛り上がってう。すた。ごかった。途私たち中、が夕食で宿泊してる時そね。う、あの時間帯が一 番あ盛そり上こがって盛りた。上がってたよね。で、本当に、もう、一番いい時あ間のね、帯に、もう、本当やに踊ってただ。よね。主催者やだ、もう。本当に踊ってたよね。踊ってた。本当に踊ってた。踊ってた、踊っいやていや、た。ちょっと若干危惧してたわけ。そうは言っても日本人だしな、みたいな。と思ってたんだけど、本当に踊ってたから。で、あと、まあ、ユーストが終わった後は、私とかチーフとかも入って、もう最後はもう一緒になって、またみんなで一緒に踊ってたけど、いやー、楽しかったね。寒え？かった。寒かったけど、寒かったけ楽しど、かった。楽しかっ楽た。しかった。すごい楽しかった。で、また、ただ、もうお客さんとして行きたい。そう、お客さんとして行きたかったね。だってもうね、ユーストやってる向こうの方ですぐ、じゃんじゃん盛り上がってるのは見えてんだもんね。で、辛かった。スケートも案外みんな滑ってたね。しかもああ、何？マジで滑ってたよ大ね。学生もなんか3人ぐ来てらいくれするた、んで来してくれょ？た。で、1、いや、ずっと滑ってたよ、結50構。人中、1割、10人ぐらいは滑ってたんだ。10人以上滑ってたでしょ。マイフェイスマイスタイル関連の関人たち連ので。中でだよ。10人以上は滑ってそたっと思か。うよ。滑ってたね。ずーっと滑ってた人もいずたっとけど。滑ってた人もいた。滑ってた人もいれば、まあ、滑ってやめてみたいな人もいたんだけど、いやー、案外面白かったね。なんだっけ？なんていう企画名だっけ？企画名、アイススケートダンス。ダンスじゃねえだろ！イススケートディスコ。素で間違えるなよ。アイススケートディなんだスかコ。もう。
何の話してるか分かんないから今振ったのに。ごめんごめん、アイススケートディスコね。そうそうそう、浮かされたんだ。面白かった。まあ、次はね、2.22 もうちょっと暖かい、アイスケートディスコ、もうちょっと暖かいところでやってみたい。もうちょっと暖かいところで、室内でやるか暖かい日にやりたい、上だよねって思いました。まあ、そんな楽しいイベントが先週土曜日だったね。っていうかもう怒涛の1週間だったね。先週から今日まで俺なんか、ああそうね、もうチーフがね、合間合間に、そうだよ、今日だってか、何どこだ、今日もね、川崎の方までやってたわ。間に合わないかと思ったもん、メルマが。俺も間に合わないかと思ったよ。帰り込んでるし、一回降りちゃった。そメルマがもうちょっとまだ帰ってこない、まだ帰ってこない。先週今週なんか本当2週間もう本当に経ったのかな、あっという間だね。え、22日の前にバンドレンチも来たんでしょ。そう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 、だね、だからもう怒涛の2週間だな、本当に。そんな過去もいたことはな、ね、いや、この1、2週間で一体何人の人に会ったんだっていう、いや、それは違うと思うんだけど、何人の人に会ったかなっていうぐらいいっぱい人にも会ったし、喋ったしね、なんだかもうよく分かんないぐらいな1週間だったね。そんなこんなで、今日も番組の方を始めていきたいと思います。はい、準備はいいかな。いいですよ。もう録音してるしね、うん、ということで、はい、今週はチーフと私2人でお届けしていきたいと思います。yes. それではひろこビッチュの本編スタート。 Organization. Can you hear me? Okay, and it called My Face My Style.皆さんこんばんは。見た目問題を解決すれば世界が変わる。政治、経済、スポーツ、芸能、あらゆるニュースから見た目問題解決のヒントを探し出す NPO 法人マイフェイスマイスタイルのノンストップ生放送番組ひろこビッチの穴、2月の28日ボリューム136多分をお送りいたしますのは、何だよ私、ヒロコビッチの何？なんか今言った？ 137 だよ。137。いや、本当？ 2月28日、ボリューム137をお送りいたしますのは、ヒロコビッチこと戸川ヒロコと、アシスタントのマイウェイズマイスタイルのチーフ、戸川チーフ正幸です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。音出てるよ ね。今ちょっとなんか音が出てないっていうことで、あたふたしちゃったんですけど、音出てますか？なんかね、先週からなんだよね、うん、もし音出てなかったとしたら、音出てないと教えてください。音出てるよね。
出てますか。まあちょっともう一回ちょっと見てくるわ。ちょっとじゃあ言ってて、ん今日のなんかあれなんだっけ、これもういきなりなんか話すんだっけ。うん、いきなり話すんだけど。そうだよね。じゃあちょっと音出てるかどうか。音出てる？出てないって言ってるんだけど。分かった。じゃあちょっと今行きます。音が出てないですか？おかしいな。ちょっと出てない？出てないよ。じゃあ困っちゃったな。じゃあちょっと音が出てないということなので、音が出るまで何とかしましょう。なんか先週から。あ、いや、やっぱり音出てますね。音出てますね。ごめんなさい。ということなので、このまま、番組を続けていきたいと思います。本日は、ちょっとメールマガジンの方にも書きましたけども、2月の24日ですね。ウガンダ共和国で、反同性愛法というのに大統領が署名をして、これが成立する運びになりました。で、まあ、くしくもですね、先週のうちのこのヒロコビッチの穴の番組にゲストで出てくださったのが LGBT の問題を扱っているリビットっていう団体の代表を務めてくれている薬師美香さんがゲストに出てくださったんですけど、まあ、その時にこう LGBT っていう話をしましたが、そのね、薬師さんにゲストに出ていただいたのが22日だから、その2日後に、まあ、このウガンダの方で大統領がこの法案に署名をしたということで、私としてもちょっとこうすごく気になったことだったので、今日は、そのテーマで番組をお届けしたいと思います。ちょっとね、自分でもすごい難しいテーマというか難しい問題を今日は話すことになるのかなと思ってはいるんですが、まあ、なるべく一方通行にならないで、いろいろと考えをこう揉みながらというか、しながら今日は進めていきたいなと思います。で、このウガンダで今回、成立した反同性愛法案なんですけど、まあ、内容はいろいろ出てるよって言ってくれてるから、内容はいろいろあると思うんですけども、その中でやっぱりその非常にこう皆さんが危惧しているのが、まあ、反同性同性愛の行為そのものを当然処罰の対象とするっていうのももちろん大問題なんですけど、それだけじゃなくてですね、例えば反同性愛ごめんなさい、同性愛の人に家を貸すっていうことも禁止されちゃうし、あるいはその貸したとかっていうことが分かったら、その大家さんとかも罰せられたりもしちゃうし、あるいはその同性愛者がいるっていうことをその通報しないと、やっぱりそれもまた、罰則の対象になってしまうというようなことで、かなりこう広範囲にこの同性愛っていうものを、行為そのものも禁止だし、その同性愛者っていうものをその通報しようみたいな、そういう法律 で実際にその新聞に、もうその新聞が出てると思うんですけど、その同性愛者とされてる人たちが、新聞でですね、報道されてるそうなんですよね。そうですね、その新聞がもう出ているそうです。ウガンダの方ではその同性愛者の人たちの顔写真とか実名とかがこう新聞そのものに、公表されて、一般市民の人たちに要は結局その情報が、行ってしまっているというようなことで、まあ、当然その同性愛っていうのは、っていうことをまあ禁止する法律に対して、まあ、国際社会ですね、まあ、欧米の方から非常にこう非難をされていたにもかかわらず、まあ、強硬的にその法案に大統領はもう署名をしたということで、今すごい問題になってます、で、まあ、メルマガにもちょっとだけ書きましたけども、この同性愛の問題と、まあ、見た目問題っていうのは、確かにこう一見するとね、その違うつながりがあるようには見えない問題だったりもするんですけど、ただ先週ヤックンが出てくれて、まあ、LGBT についてもいろいろとお話をしてくれたことからも分かるように、その根
先週のこのちょっと今皆さんにもご紹介してたんだけど、先週のヒロコビッチの穴にゲストに出てくれた薬師美香さんね、まあ通称ヤックンと話、あの時もやっぱりそこにあの話は言ったけども、見た目問題もそうだし、その LGBT レズ LGBT だからレズレズビアンゲイバイセクシャルトランスジェンダーか、その LGBT の問題も結局はこうお互いの違いっていうのをこう認め合おうとか、まあそういったこう多様性みたいなものに寛容になろうっていうようなことが結構根底に流れている意識というか、そういう面ではこう見た目問題も LGBT もすごくリンクするよねっていうようなこう話だったわけですよ。でそんな話をしたばっかりなのに、まあウガンダで今回こういった法案がね、通ってしまったということなので、あ、法案も言ったの、はい、はい、ちょっとその辺を今日は話していきたいなとそう思っております。急に言われてもね、ちょっと法案見して法案見して、法案は これですね、法案、はい、一部メディアでも流れていますけども、ただですね、これは、2月27日だから昨日ですね、昨日実はアメリカのアリゾナ州では同性愛者の入店お断りっていう法案が、議会でというか州知事がその法案を拒否したっていうニュースも、流れてます。新聞によりますと、そうですね、だからまあ一方ではそういう法案が通っちゃったけども、かたや一方ではその同性愛者の入店お断りっていうような法案は、州知事がもうそれを拒否したということで、まあ、アーノルド・シュワルツネッガー州知事、アリゾナだから違うんだけど、っていうようなことで、まあね、世の中にはいろいろと動きがあるということなんですが、まあね、まあ、今回これは同性愛を禁止するっていうか反同性愛法なんですけど、そのここでやっぱりこう考えていかなくちゃいけないって思うのは、その背景にあるなんて言うんでしょう、考え方っていうか、まあ、その辺がこう見た目問題とも非常にこうリンクすると思うんだけど、やっぱりこう俗に社会的にマイノリティって呼ばれてる人たち、大多数とは違うっていう立場の人たちを、まあ、排除しようとか、そのなんて言うんですかね、まあ、差別っていうかしようというような考え方のまあ背景にあると思うわけね、でそういうことっていうかさ、やっぱそういうことっていうのは別にこの反同性愛法だけじゃなくて、こう世の中こう見た時にね、同じようなそういうマイノリティっていう人たちを排除しようとかっていう、はい、マイノリティの人たちを攻撃するっていうような動きとか考え方っていうのは、別にこの法案だけじゃなくて、世の中あっちこっちでいろいろとそういった事件みたいなものっていうのは起こってるわけですよね。それさ、一個いい、どうぞどうぞ、話の途中だね。宗教的な理由とかはないの、そういう同性愛。ウガンダってウガンダでしょ、ウガンダって何、キリスト教じゃないのこれ、どうかわかんないけど、まあこれ私もすごい詳しいわけではないんですけども、まあ、私の拙いながらもの知識では、もともとヨーロッパにこう、植民地にされてたわけだよね、でウガンダは多分イギリスなんだと思うの、でその植民地化された時に、当時のその宗教観みたいなものが持ち込まれて、で反ソドミっていうことで、ソドミって何、そこは結構難しいんだけど、っていうことで、まあ、その法律というかそういったものができたんだけど、その時に単純に同性愛っていうのが禁止されたんじゃなくて、間違ってたらごめんなさいね、イギリスより独立だから、そうだよね、イギリスの植民地だね、いわゆる性行為は、その生殖を目的としているもの、子孫を繁栄させるものを目的とするもの以外はいけないっていう考え方で、もともと作られっていうものがその当時に、持ち込まれたわけね、でそれがずっとまあちょっとこう流れに流れて、結局同性愛、反同性愛っていう方向に行ってしまったっていう、多分歴史的な背景はあると思います、
じゃあマイノリティかマジョリティかじゃないじゃん。で最初はだからそうだったんだけど、うん、今は結局その反同性愛っていうことで同性愛者を排斥しようっていうものにもう変わっちゃってる、変質しちゃったわけよね。だから宗教観云々っていうことよりも、うん、そこはやっぱりそういった同性愛の人たちっていうものに、うん、を明らかにこう標的とするというか、うん、そこを排斥するっていう目的の法律なので、うん、まあ、宗教的な背景がないとは言えないけども、うん、だと思いますね。で、はい、間違ってないと思います。なんだよ、ちょっとない。私、まあ、見た目問題はスペシャリストだけど、うん、その他の問題は、まあ、そこまでスペシャリストではないので、政治経済間違ってたらどなたかあの訂正してください。ああ、でも多分それで合ってると思います、うん、はい。でももうコメントもこんばんは出てるよ、力も書いてないからね間違ってるかどうかも分かんないね、うん、そう、なのでね、そういうなんて言うんだろう、こう、確かにこう少数者だったりとかってする、まあ、マイノリティの人たちがこう標的となってしまっていることって、うん、別にこの同性愛だけじゃないと思うからね。もう先週言ってたのにマイノリティって言うけど何人ぐらいいるんだっけ。何がその LGBT の人。あ、 LGBT、 そうだね、言ってたね。 LGBT の人は、うん、20人に1人はいるじゃないかかという場合、うん、まあでもそれはいる、あのアンケート調査とかいろいろ取ると、まあ、20人に1人ぐらい、なんかもう差し進んだ層が立ちつてとになってる気がするんだけど何ですかアンケート調査失礼、まあ、20人に1人なので、まあそれをマイノリティと呼んでいいのかどうかっていうのはまああります。それは LGBT 全部合わせてね、うんうん、なので、うん、あの同性愛の人たちだけじゃないけども、まあ、いるらしいですよ、うん、なるほど。いや今人数聞かれたからいや、うん、まあまあ、なのでそういう、まあ、マイノリティの人たちをこう標的としていくことっていうのは他にもあるよねっていう、まあ、話なんですけどね、うん、まあ、そう考えてくると見た目問題っていうのも決して一言じゃないって思うわけですよ。マイノリティという考え方からいくとってことですよね。そうですね、はい、で、まあその前の前の毎週あたりかな、明日ママがいないのテーマに発した時にもちょっと話したけども、うん、はい、そのいわゆるヘイトスピーチっていうものもあって、ヘイトスピーチ、それも結局背景に ある考え方っていうのは、そっち、いや、どっちでも大丈夫です。いい、ウガンダの件は終わり、終わってはいないんですけど、まあ、あの今回のウガンダとかの件も同じなんですけど、はい、結局そのある出てるでしょ、いや出てる、ある特定の集団とか人種とか、まあ、民族とかっていうものに対して非常にこう差別とか、憎しみとかを煽るような、行為な、ちょっといいですかね、こっちに集中していただいて、だって話しかけられるんだからしょうがないよね、うん、なんですよ、はい、そのヘイトスピーチっていうのが、もう一回ちょっと要約して言ってくれない、しょうがないじゃん、だって今技術的なことを言われてたから、まあ、人種とか民族とか、はい、あるいはある特定のここ団体とかに対して、はい、まあ、差別とか憎しみとかをこう煽り立てるような、うん、まあ、そういったこう言動ね、あがヘイトスピーチなわけです。ヘイトスピーチの話ね、うん、でそういったものはこう実際に日本の国内でも起こってるわけじゃない、起こってるね、東京でも新大久保であるし、関西大阪だったら鶴橋で行われてるわけですね、うんうん、でそういった背景にあるのも結局そういう少数者とかマイノリティっていう人たちのこう差別とかっていうものをこう助長させるような行為なわけで、うんうん、同性愛とか、うん、まあ、そういったものっていう対象は違うけども、うん、実際に行われることとかそれがどういう影響を及ぼすのかっていうことに関して言えば、うん、すごく同じだと思うわけですよ。でね、うん、まあ、今日ちょっとそんな感じで真面目な話になっちゃいますけども、うん、私はね、ですよ、あ、そう、ありがとうございます、うん、その見た目問題をやっぱり解決していこうって思ってるわけじゃない、うん、マイフェイスマイスタイルは、はい、見た目問題解決 NPO 法人だから、うん、で見た目問題って問題をねやっぱ解決しようっていうふうに思った時には、うん、その見た目問題だけじゃなくってこういったいろんな社会的に問題とか、うん、あの今回の反同性愛もそうだけども、うん、まあ、そういった問題もやっぱり広くこう見ていかないといけないんじゃないかっていうふうに思うわけ、うん、
でやっぱりね、うん、その対象はそれぞれ違うかもしれないけど、うん、そこで引き起こされていることって同じだと思うんだよね、うん、根っこは。さっきも何遍も繰り返しになっちゃうんだけど、うん、その互いの違いを認め合うとかさ、うん、多様性っていうものに寛容な社会っていうものを、うん、そういったものがこう認められるような社会じゃないと、うん、やっぱり見た目問題っていうのも解決しないと思うわけ、うん、でそれに反するような、うん、今回のこういう反同性愛法だったりとか、うん、ヘイトスピーチっていうようなものねっていうものにやっぱりこう目を向けていかないと、そもそも見た目問題が解決しなきゃならない、あ、解決できるような社会にならないと思うわけよ。うん、うん、うん、考えてるわけです。で別に何もね、そのいろんな問題を全部首を突っ込んでいって、でいろんな問題を一緒になって、その例えばそのなんていうんだろう、その活動の中心に自分たちも飛び込んでいって、その活動を一緒になってこう何かをこうやろうとかっていうことではなくてね、そうじゃなくて実際にそういうふうにこう問題が起こっているんだっていうことも、こう、うん、なんていうんだろう、視野を広くするというか、うん、いろいろこう考えを広げるっていうか、いろんなことをこう知って、でいろんな動きが起こっているわけだから、それを少なくともこう見て、で自分たちでこうなんていうんだろうな、考えていかなきゃいけないって思うわけ。うん、ん、それまとめやってる？ちゃんと、うん、ん、なんかさっき話聞いてると、うん、何、そのウガンダの反同性愛法、うん、とそのヘイトスピーチみたいなものっていうのは、うん、マイノリティを排除するっていう動きだっていうことでいい？ね、マイノリティを排除するっていう動きだっていうか、マイノリ、うん、うん、まあ、マイノリティをこう標的としていくもの、うん、だからそのマイノリティっていうのは結局、うん、うん、大多数とは違う人たちってことだよね。まあ少数、まあね、少数だね、少数だ。その違いを要は認めない、その違う人たちを排除しようっていう動きだよね、うん、え、今俺言っちゃうんですよってそうだね何、そうだと思うよ。予習復習、予習復習そんな感じ、うん、でそういう根っこにある動き方、考え方っていうのが、うん、それは見た目問題ともやっぱり相対することだよねっていうこと。誤解や偏見から生まれるってこと？いや、見た目問題っていうのも基本的、うん、見た目問題とは何？じゃあ見た目問題というのは見た目問題というのは、まあ、やけどやあざや傷、脱毛といった見た目にさまざまな症状がある人たちが、うん、その症状があるがゆえに直面したり抱え込んでしまう問題です。問題だね。はい、はい、それを理由にいじめがあったり差別があったりとか、うん、あるいは誤解や偏見っていうものが引き起こされたりとかっていう、うん、まあ、そういったさまざまな具体的な問題はありますけれども、うん、見た目に症状があるっていうことが要因となって引き起こされるもん、あの、うん、問題ですね。分かった、はい、みんな分かった。だから見た目に症状がある人たちっていうのが、うん、見た目問題に関して言えばある種こう標的になっちゃうわけだけども、うん、見た目に問題が、症状があるっていうことでね、うん、それが理由、うん、でいろんな差別とか、誤解とか偏見が引き起こされるわけでしょ、うん、でそういう構図が全く同じなわけじゃない。だからだから問題も無関係ではないよと、うん、そう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 って思うわけ、はい、だから問題としてはそれぞれ別な問題かもしれないけど、うん、考え方だとかその動き方とかっていうそれをこう許容する社会みたいな考え方で言うと同じだと思うわけ、うんうん、まあ問題って名前がつくものは大体みんな似てるんじゃないですか、根底が。まあそうかもね、なわけですよね、うん、でそれでヒアを、ヒアを、ヒアを、視野だよ、視野を広くっていう話をしてたわけ。そうそうそう、あ、いろんな問題がみんな似てるからっていうこと、根底と根底は一緒、うん、でね、見た目も、まあ、自分のこう反省も含めてなんだけど、やっぱ見た目問題をずっとずっとこう毎日考えているわけ、うん、でほんこういろんなことをずっと毎日考えて、あ、まあ、見た目問題っていうものにぐっと集中するんだけど、それだけじゃダメだと思うのね。っていうのは、なあ分かった、あれだ、墨田区の T シャツ屋さんだ。
ね、T シャツ屋さん墨田区の T シャツ屋さんの T シャツ屋さん T シャツ知らない墨田区の T シャツ屋さんいっぱいあるでしょ T シャツ屋さんは、はあ、え本当に知らない知ってます知ってる久米繊維工業って知ってる久米信之さんよく知ってんじゃんちょっとした有名人なんで、はあ、知らないかと思ったよPO 業界でもちょっとした有名人だけど、うんまあ、この隅田特に隅田は、ねまあ、PO 業界でも有名人だからそう今パッと浮かんだんだけど、うん、まあやなんだ受け売りだけどあの人の言った言葉でね、うん、広い視野と特定の問題へのズーム力っていうのが必要だっていうふうに確か言ってたような気がするんで知ってたそれ知ってた知ってんのかよいやよくは知らないなんだじゃあもう終わりにかいや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 すいませんなんかんその話してた？いや、ちょっとそこら辺説明してもらってもいいですか？いや、今言ったじゃん。ああ、まあ、まあ、問題解決のために広い視野だけじゃなくて、うんうん、そのなんて言うの？ズーム力なんですよ。ズーム力？要は、うん、まあまあ、いや、まあ、その通り、全然本当その通りで、うん、まあ、同じ墨田区の人だからね。あの人有名人なんだ。有名人。明治大学の先生とかもやってる。え、本当？うん。久米信之さん。久米信之さん。あ、そうなの。そう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 。で、いろんな実は講演とかもやっています。へー。まあ、あ、そうなんだ。そう。いや、本当そうですよ。じゃあ知ってたんだ。その話。まあ、久米信之さんはそのネットワークっていうのが非常に大切だっていうようなことを言ってる人なのでまあ知ってましたけどまあまあズーム、あーそこまではあれだったけどそう結局白私も白とか言っちゃったじゃん、まあね、人死とかね言えないよねそう広い視野はやっぱり必要だっていうのは広い視野自分のやっぱね問題広い視野自分の関わってる問題だけに集中しちゃうと、うん、どうしてもね視野って狭くなっちゃうし他のことになんて言ったらいいのかなもなんかこう、うん、器がちっちゃくなってっちゃうんだよねそうそうそう考え方としてもっていうかあ同じ講演を受けたの違うね俺これ本読んで読んだのかなうんそうね、一緒の講演を受けてないと思う、ねうん、知ってんじゃん面白くねえなで他の問題を知ることで自分たちの問題っていうのもすごく客観的に見ることができるし例えば共通点から考えたりとかあるいは相違点からまたもう一回自分たちの問題を広がって考えることもできるしでこれはやればやるほどっていうか知れば知るほどなんだけど、うん、他の問題と活動している人たちと実際に非常にヒントになるような動き方とかしている人たちもたくさんいるので、うん、いろんな問題を知るってことは、うん、実は自分たちの問題を解決するためにも近道なんだって思うわけまああの人もそう言ってるけどねだから視野を広くすることも大切なんだよそしてズーム力っていうのは自分たちの問題に関しては特に深く知っていることが大切だとうーんまあその両方が大事なんですそうだ、ね、で今日の話は どっちかってだからその視野を広く持とうっていうような話なんだけどそうだ、ね、でもう一つやっぱりねすごく私が今回のウガンダのことがきっかけとかっていうわけじゃなくて前々からすごく気にしてるというか自分としてはそこに関心があるところなんだけどやっぱりね、うん、一つそういったものがいいわいいわでこう許されていってしまうと、うん、やっぱり次から次とこう問題が派遣していくというか一つじゃあこういったものがこう縛る対象が一つになってでそこに関係ない人たちが自分たちと関係ない問題だからいいやみたいな感じで無関心でいるっていうことはそのなんていうのかな禁止される枠っていうのがまたさらにこうどんどん広まっていくというかで気づいた時には本当にもう大きなことになっているになると思うわけいろんなさまざまな問題ってね滑りやすい論だな惜しい惜しい滑りやすい坂論だろそう滑りやすい坂論って言われてて、うん、まあいや惜しいとかじゃなくて滑ってるからさ話がそう
まあ、シベリアンスイスガロンっていうのがあって、まあ、安楽死問題とかで特に言われてることなんだけど、一つその共用。しかしよく出るね。俺が今説明しようかと思ってるのになんでベラ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 言っちゃうの。一応活動家なんで。おしよく知ってる。スベリアスイサカロンとかよく知ってるじゃん。はい、うん、一応活動家なのでいろんな勉強はしてます。よく知ってるな。はい、うん、でまああの尊厳死の問題とか、そう安楽死の時の問題だな。私はそのそうだね、例えばその障害者の問題なんかでも取り沙汰されるのなんですけど、うん、まあ、そういうのがあって一つ問題だっていうことをこう許してしまう。どこの問題か知ってる？ロンダが滑りやすい坂路、あどこが発祥かみたいなこと。ああそこまではちょっとあれね、確か僕の拙いあれではオランダでオランダ拙い記憶ではオランダ。なんでオランダなの？安楽死法かなんか認めたかなんかしたでしょ。あったかもね。自殺自殺ほう助が OK みたいな OK にしてる。だからかオランダじゃなかったっけな。ちょっと調べてよ。いや私は忙しいんで話して俺も調べられないよこれまあ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 、まあ、いやそれが今日のテーマではないのでと、はい、いうこともあるので、はい、やっぱりこう他の問題とかにもこう関心みたいなものは持っていないといけないんじゃないかなっていうふうにそう思うわけですよ。そうだね、ナチもそうだね。そういう意味で言ったら滑りやすい坂なんでいい。まあ、ね、典型じゃないあれは。ナチの思想ん何思想学なんとか思想排除法みたいなのが、まあ、障害がある人だったりとか、あの遺伝的な疾患がある人とかっていうのをすごいねポンポン出てくるね。俺が今言おうと思ってたことがよく知ってるね法案の名前とかまではちょっと定かではないのでわかんないですけど、 T4 作戦確かT4 作戦そういうことはちょっと分かんないんだけど、まあでもそういった人たちを安楽死というか今日のテーマ何だったっけ。なんかない今日のテーマは これあれメルマガ。いやメルマガじゃないです。それ違うんですか、うん、メルマガちょっと見せてもらって。メルマガ今日プリントアウトしてないんで今日プリントアウトしてないんでメルマガ何がテーマだったか忘れちゃったよ、うん、俺も、うん、テーマは多分要注意。ちょっと待って、要注意。滑りやすいほら滑りやすい坂道はどこにでもあるって書いてあるじゃん。そうです、そうだよ。そうですよ、だから滑りやすい坂論が出たんじゃん。そうですよ、だから滑りやすい坂っていうのは何もこの遠いアフリカのね、はるかカナダの国で起こってるだけじゃないんです。はい、日本の国の中でもだってヘイトスピーチは実際日本の国の中で行われてるわけだし、イエスだね、あのそうだね、見た目問題に関してもですね、もちろん法律とかっていうことはじゃないですよ、そんなところまではまだ全然行ってないですけど、分かんないよ、そこら辺でヘイトスピーチやられるかもよ、うちは、うん、分かんない、分かんないけどね、もちろん分からないけど、例えばそれこそ髪の毛の色とかっていうことで、あそういうことね、会社の規定とかっていうものができてたりするわけじゃないですか。今はその程度で済んでるけども、うん、そういったものをですね、自分たちに関係はないみたいなことで、あの無関心でいるとそういったものがどんどんエスカレートしていってしまうんじゃないかって思うわけです滑りやすい坂のように転がっていくってことね。そうです。そうか、だからやっぱ無関心であってはいけないっていうふうに思うし、そもそも、まあ、見た目問題とかをやっててすごく思うことだけど、この問題がねやっぱりまだまだ日本の国の中でなかなか知られていないっていうのは、当事者さんは100万人だけど、それって100人とか150人に1人の割合でしょ、はい、ってことは残りの99人から149人の人がこの見た目問題っていうのにもし無関心だったらね、いくら当事者の人たちが声を上げて頑張ったとしても、その他のいわゆる非当事者の人たちが関心を寄せてこの問題一緒になって解決しようって思ってくれなかったら問題は解決しないわけですよ。だからってことはね、他の問題だって全部同じで、やっぱり自分は当事者じゃないとか自分には関係ないっていうふうに思うんじゃなくって、その少なくともこう関心を寄せるとか、あるいはこういったニュースを聞いた時に自分の中で自分の考えみたいなものを
こう自分なりに考えてみるとかっていうことが大切なんじゃないかなと思います。はい、誰に向かって言ってんの今。わかりませんなんだよ。いや今はこの問題を見て、問題だってこの番組を見てくれてるみんなに、だけど、まあ、そう私は考えてるんですよっていうような話をしたわけです。じゃあうちはどうやって、うちっていうのはマイフェイスマイスタイルはどうやってそれを発信していくの。マイフェイスマイスタイルは、まあ、もう見た目問題解決 NPO 法人と自分たちでも言ってますけども、見た目問題をね解決を目指してるわけです。解決できるの。解決を目指すんです。目指す、目指すんです。できるとかできないじゃないんです。そこに向かって進んでいくんです。なるほど。で、見た目になっちゃったじゃん見た目問題をね解決しようと思ったら、やさっきも言ったように見た目問題だけを考えていたんじゃダメなんです。いろんな社会問題って言われてることとか、実際に起きてる事件とかにも視野を広く持つし、あとそういう活動をしている人たちと実際に交流を持つとか、いろいろな意見交換をするっていうことがすごく大事だと思うの。お、墨田区の T シャツ屋さんの理論だ。そうだね、久米さんの理論もそう。で、先週ね、ヤックにも来てもらって LGBT の話もしてもらって、でその話を聞くと、あ、根っこ本当に同じなんだって、目指している社会って実は同じなんだっていうのが分かるわけじゃない。そしたら LGBT の人たちの活動っていうものだって、私たちの活動っていうのもすごくリンクしていくわけで、一つ一つのところがバラバラにやってるよりかは、やっぱりこう一緒になって大きな力になっていく方が問題っていうのは解決に進んでいくわけだから、他の問題の人たちと交流を取っていくっていうのも一見ね、なんかこう遠回りのような感じかもしれないけど、見た目問題を解決するためにも私は近い道になるんだっていうふうに考えているわけです。他の人たちの問題を、うんうん、問題を抱えている人たちが問題をまたさらに問題を聞くの。うん？日本は他の人たちのやっている問題、この見た目問題だけじゃなく、うん、他の人たちの問題も見て、うん、ってこと、うん、を見て、広い視野を持ちつつ、うん、ズームすると、うん、そう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 、それによって自分が今抱えている問題を解決するヒントになるんじゃないかって話、うん、そうでいい、そう合ってる合ってる合ってる、あ、そういうこと、すごい池上博子先生じゃないですかでもそういうことだと思います。うーん、それはね、だけどさ、うん、そう、うん、はい、なんでしょう。いや、その問題、一つの問題で人間なんてさ、うん、一つ問題抱えたらもういっぱいいっぱいじゃん。まあ問題抱えちゃうとね、うん、いっぱいいっぱいになるね。でしょ、うん、それなのに次の問題次の問題っていうのをさ、うん、見るだけでももうなんかもう嫌だっていうふうにならない。うん、いや、そうね、ってこの辺か、嫌だってならない。まあね、こうか、そう、それもね、わかる。確かにそう。例えば自分もなんかこうすごい問題抱えてたら、嫌だってならない。なるなるなる。あ、もう自分のことでいっぱいいっぱいなんだけど他のことなんて知らないよって。もう自分の問題でいっぱいなんだから嫌だってならない。なる。なる。なるね。なるの。なるんだけど。どうすんだ。だけどね。どうしてくれんだ。ちょっと考えてみてほしいんだけど。ん？他の、さっき私いいこと言ったんだよ。他の問題を見ることによって、うん、自分の問題が客観的にもう一回見直すことができたりするわけだから、自分は今いっぱいいっぱいだと思ってるんだけど、案外他の問題を知ることで、あれってこう枠がふって広がるってことはあると思いますよ。カンペがいつもあそこに貼ってるんだけどね今日もここにいるから、ね、はい、まあ、あの、分かった、まあね、確かにちょっと私の言い方も悪いかもしれない、うん、問題じゃなくてもいいんです、うん、あの、他のことね、他にいろんな、世の中にいろんなことがあるでしょ、別に社会問題だけじゃなくて、うん、いろんなことあるよね、楽しいことと、この間やったね、アイススケートディスコも楽しかったけど、おー言えたね、うん、アイススケートディスコも楽しかったけど、ね、寒いからやんだけどね楽しかったけど、うん、そういうね、なんか楽しいこととかっていうのをでもいいわけちょっと一個読んでいい？
ぞ。なんじゃこの兄弟って書いてあるけど。なんだろうね。何に対してか分かんない。何に対してだ。何に対してだ。なんじゃこの兄弟って。しょうがないだろう、兄弟なんだから。ね。いやでもやらなきゃいけないんだよ。で。そうだから。問題、社会問題に携わることだけがいいわけではないので、うん、別に問題じゃなくてもいいです。なんかその自分が今なんていうの、どっぷりになっちゃってるもの、いっぱいいっぱいになっちゃってることじゃないこと、何でもいいからそういうのを一つ、まあ、やってみるなり、うん、楽しんでみるなり。まあさ、まあでも今なんじゃこの兄弟でちょっと思ったんだけど、感覚が似てるから難しいよ。俺ここに座ってんのね。え、そこそこ、あなたが難しいかどうかっていう問題そういう問題。もいろんな問題見なきゃいけないんでしょこの問題今難しいもん、ここで座ってて。じゃあいい方法教えてあげるよ。 だけどちっともなんか解決のヒントにつながらないような気がしてならない。何の、いろんな問題を今見ろって言われたわけじゃん、うん、ここに今座ってる問題なわけですよ。じゃあその解決方法教えてあげようか。お、うんね、うん、今ここに座ってることが問題なんでしょ。ここに座ってることっていうか、うん、この人と一緒にやってることが、うんうん、まあ、難しい、うん、そうね、そう。でその問題で今いっぱいいっぱいになっちゃってるわけだよね、うん、いっぱいいっぱいになってるで、ね、それにいっぱいいっぱいだったらね、うん、その問題を忘れてしまうぐらい何か他に楽しいことをするといいんだね。よし、もう違うことやっちゃう。そうそう、もしね問題で、ね、いっぱいいっぱいになっちゃってるとしたら、それを忘れるためにも何か他のことをやるっていうのがいいんです、うん、そしてその今いっぱいいっぱいになっちゃってる問題をとりあえずね、うん、棚上げすんの、うん、棚に上げとくの一旦、うん、それで、うん、その他のなんか違うことをやってるうちに、うん、さっき棚に上げたものをふっとこう下ろしてくると案外あれっていうぐらいになってるかもしれない、うん、ので、うん、とにかくそうじゃないこととか今自分がぶつかってるものではないものに目を向けてみるっていうのがいいと私はそう思います。それはちょっと違うんじゃないかなそれはちょっと違うんじゃないかなっていうふうに思いますけどね、うん、そうか、っていうふうに考えるわけですね。まあ何でもいいってことでしょ。何でもいいですよ。別に問題、なんか世の中にある問題に目を、うん、目ばっかり向けるんじゃなくて、うん、もう問題はもういいよと、うん、自分の問題でもういっぱいいっぱいだし、うん、もう問題なんか問題自体聞きたくないと、うん、もう問題出すなと、うん、ね、うん、なったら、うん、なんか別のものでもいいから、うん、何かにフォーカスすればいいわけ。あ、ズーム力、ズームだ、ズーム力すればいいわけ、うん、それでそれをやればいいってこと。いっぱいいっぱいになっちゃってるっていうんだったらね、うん、いいと思うよ、うん、そうするとどうなるの。現実逃避じゃないですか。現実逃避でもいいのよ。そうすると多少その枠っていうかさ、心にこう一瞬でもいいからこうゆとりというかがふっとできると思うのね。だって忘れるわけだから、大変さみたいのを、うん、何がおかしいの。じゃあごめん違うんだよ。どっかで多分俺ねこういうこと言ってるなと思ってなんか電話口だったり何か口だったりで、もうなんか八重洲口だったり、ね、南口とかだったりで言ってるかもしれないなと思って、ね、なんか似たようなものが返ってくるだけど、うん、まあ、それはあの別にそのみんながそういう方、あのなんていうの、他のことに気を向けるっていうのは一つの方法だと思うからいいんだけどね。いいんだけど、うん、まあ、マイフェイスマイスタイルは、うん、見た目問題を解決しようという NPO なわけだから、うん、やっぱり問題を見た目問題を解決するためにどうしたらいいのかって考えた時には、うん、他の社会問題とかこういったあの社会的に非常に今大きな事件だったりとか問題っていうことにね、うん、あえてこう目を向けるというか、うん、その人たち、その問題をとこう活動している人たちと交流したり意見交換をしていくっていうのが、見た目問題解決のためにも重要なことだっていうふうに思っているわけね、うん、そう思いますよ。2014年はそういう活動してんじゃないの、すでに。まあ、2013年から若干そういった、ね、あの後半戦ぐらいから、うん、動きは来てたけど、まあ、そこで改めてやっぱりそうだなっていうふうにこう確信したというかね、うん。じゃあこの辺に一回さ、写真今日撮る人ないから。あ、そっか、画面に向かってなきゃ。こういう感じ。いや、どうがいいかな。止まってたよ、少しこれ動画。え、裏ピースがいいの。
いや別に裏ピースじゃなくて。でもいいんじゃない？もういい。うん。で、まあそう思うわけですよ。ちょっと待って、ここなんかすっごいスッキリしちゃってるけど。すごいスッキリしちゃってるの。これどんななってるの？鋭意制作中だから。誰か。ユダ様が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 鋭意制作中。ユダ様が鋭意制作中だから今。本当？うん。約束守るの？政治家とバンドマンとは約束するなって言われてるよ。大丈夫？大丈夫だと思うよ。だってあれだもの。書くための道具まで提供したもん。筆ペンね。筆ペン。おろしたての筆ペン。いやいや、新品の。おろしたては使う、おろしたてでしょ。違うんですよ。新品でまっさらの。まっさら使ってないやつ。そうなの。持ってた、うん、京都まで持ってったのあいつ。持ってったと思うよ。そうか。え、なんか絵お描きになってたからね。向井さん。だから問題ないと思うんだけど、はい、今鋭意制作中のはずだから。じゃあそこは問題ないのね。そこは問題ない。じゃあそこはズーム力しなくていいの。その問題は。それは考えなくていいと思うよ。考えなくていい、うん、できるってことね。もう発注済みだから。だって発注済みね。発注済みだから。発注済み？何、金銭が発生するのか。しないだろ。金銭は発生しないでしょう。そうだよな、うん、もちろんだ。無償で当たり前だ、うん、ああ活動にを応援するっていう。まあまあ。ユダ様そういえば偉いんだよ。何？京都でなんか見た目問題についてちょっと語ったりしてるらしいよ。ユダ様が。ここだけの話。ここだけの話。ちょっとね。偉いね。偉いね。そういうなんか布教活動もしてくれるわけだ。布教はしない。布教じゃないから。あ、そっか。まあでもあの人マイフェイス読んでるからね。そうそうそう。ユダ様はね、案外真面目なのよ。そう。うちのマイフェイス全部。案外じゃないよ。そこそこ真面目。まあいいよ、そんな話は。そっか。まあまあそういうことですよ。なので、まあマイフェイスマイスタイルとしてももちろんなんだけど、うん、まあ、ヒロコビッチね、戸川ヒロコとしても、うん、今後もいろんな問題にこう目を向けながら、うん、そしてその問題で活動している人たちとの意見交換をしながら、見た目問題解決のヒントを見つけ出していこうというふうに思ってるわけです。うん。うん。と思いますよ。そっか、うん、じゃあもう終わりじゃない？ん？そんな投げやりに終わらせないでよ、この番組。いや終わらせないよ。いや、どっちなのよ。終わらせないよ。終わらせないよ。うん、まあまあそうね。まあこれは戸川家の気質なのか、うん、活動家気質なのかちょっとよく分かりませんけども、うん、やっぱりね、なんかこうおかしいって思うことは少なくともこう、うん、それはおかしいよっていうふうに言えるっていうか、言うようになるといいよねって思うわけ。何を？何でも。おかしいことがあったら、うん、うん、まあ、日本はね、俺はすぐ言っちゃうけどね、うん、で今の日本ってやっぱりそういう意味で私はすごいいい社会だなと思うわけ。ここでどんな発言しても、まあ、逮捕はされないでしょ。まあ、発言してもね、発言ぐらいで逮捕されないよ、うん、ね、ああ。だけどやっぱ国によってはさ、うん、自由な発言ができなかったりとかもするわけじゃない、うんうん、だからせっかく今この日本ってそういう意味で私はいい国だっていうふうに思ってるので、うん、日本に暮らしてるんだったらさ、うん、少なくともやっぱおかしいなって思うことは、うん、それはおかしいよっていうふうに言う、みんながこう言った方がいいよって思うわけ。言ったら罰せられちゃう国もあるんだから。で、日本はそんなぐらいで罰せられないんだからさ。だったらやっぱ思ってたら、まあでも難しいよね、人によって価値観違うし。まあそうなんだけどね。それがそのヘイトスピーチみたいな感じで、その差別とかっていうものを煽るようなね、そういうのは何でもかんでも言えばいいってもんじゃないけども、価値観は違うしさ、それは別にその発言の話でいくじゃん、うん、ガツンとうまみ、あのさ、うん、なんか新しいジョージア入ったなと思って。そうだね、うん、なんていうの、例えばさ、その、うん、なんでもいいや、シチュエーション、何のシチュエーションでもいいんだけど、ま、ルール違反してるのとかあるじゃん。うんうんうん、何でいいかな、どんなルール違反。あ、じゃあ俺タバコ吸うから、うん、タバコのポイ捨てした人とかさ、うん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 、そういうのも注意するってこと。危なっかしくない？いや、だってもともと捨てちゃうようなさ、あのね、そういう意味ではないの。じゃあどういう意味？ちゃんと言ってよ。
それはだってその何かをやった人に対してその人のところにあなたそのタバコのポイ捨てやめなさいって言うって意味のことでしょ、うん、まあ、それがね言える人は言ってもいいとは思うよもちろん、うんうんうん、言える人は言ってもいいと思うけど、うん、やっぱり言ったことによって逆恨みを受けちゃったりとかもあるわけじゃない、うん、殴られちゃったりとかさ、そうそうそう、そういうこともあるから別にその、うん、なんていうの行動に起こせって言ってるわけではなく、うん、そういうことではないわけで行動に起こすそのことをよく考えておいて帰ってきてからツイッターで今日こういうことがありましたその人にあ言えばよかったのにとかっていうことを書けたとちょっと違うけどどういうことだようーんちゃんと言えと、ね、なんて言ったらいいのかななんて言ったらいいんだまあ自分の頭で考えて、うん、自分の言葉で言ってほしいみたいなことかな例えばそのタバコのポイ捨てで言うんだったらなんでタバコのポイ捨てちょっとなんか俺ポイ捨てはしないけどなんでタバコのポイ捨てがダメなのっていうことだよね、うん、マナー、まあ、それでもいいわけいやそれはまあマナーでしょみたいなさっていうことをこう、うん、なんて言ったらいいのかなだってその場で言わなきゃ解決しないじゃんいやそんなことないんだよその個人何か悪いことしている個人をねあこういうことじゃあタバコのポイ捨てはマナー違反です NPO 法人解決 NPO 法人があったとしたらあったとしたらそこに何か、うん、いいね、いいねとか、うん、これをちょっと活動の足しにとかそう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 いうことそういうことそういうことそういうこと、なるほどね、そういうことだ今回の、まあ、ちょっと最初に戻るけどこれをちょっと活動の足しにってタバコを差し出したりした最初に戻るけど、ね、ウガンダで例えばこう今回この反同性愛法っていうものがあのいやー、ね、でもさ署名制定されたっていうことで何それにこう問題を感じた人たちがいろんな行動を起こしたりとか講演会やったりとかそういうことをするわけじゃないもしこの問題をちょっとでも関心持ったりとかしたらそういった講演会に行ってみるとかねあるいはそういう活動している人たちを応援するとかそういうような意味で何て言うんだろうこれは問題だっていうふうにみんなで考えていってほしいってことだそう確かにそういう NPO とかしてる人たちがいたらそこを応援するとかねうんまあそうだろうね、うん、それしかないもんねで私たちマイフェイスマイスタイルは、うん、この見た目問題を解決するんだって言って活動するわけだからあじゃあちょっとこれを足しにこれを足しにっつってうちを支援してくれればいいわけですよなるほどね見た目問題もし解決しようって思ってどうやって解決するのえうちはいその話これからするのすごい長くなるけどいいいいよもういいかしらすっごい短くまとめてもう1分で言って簡単には語り尽くせない問題を1分で言ってどうだよ、まあ、私最近講演とかでも言ってるけどホームページ見ろって言っちゃうけどね俺だったら講演でも言ってるけど、うん、見た目問題はね社会的な問題なんです一個人とか一団体がどうこうしようなんて問題だけしてないと思ってるので、うん日本の国の政策として取り組むべき問題だって、うん、特に去年あたりの講演会でも最後に必ずそういうふうに強く訴えてきてるんですけど言ってるね、うん、なので見た目問題の解決のためのとりあえず一番最初の目標はやっぱりこの問題を国の政策として認めさせるってことかな法案を作るってことですかどうなんだろう国の予算をつけるっていうことは、うん、まあそういったことを解決する法案になるのかな目指すわね、うんうん、今の目標ねサポートセンターを設立したりとか棚上げになったサポートセンターですとかあとその棚上げになってねえよ、なんてないよとかなんでとかって言っちゃうんだよウィッグとかエピテーゼとかっていうものに補助金の制度を作るとか、まあ、そういったものいろいろ考えてきたけど、うん、そういったものをねやっぱ実現するためには個人とか一団体とかの動きじゃ無理なのねでそれもずっと言ってきたけどだから広くネットワークをつなげていく必要性があるって考えてきたけど、うん、
で最終的にやっぱり国が予算っていうものをつけるべきだって私は思ってるので、まあ、そう考えるとそれを MFMA さんね、まあ、そう考えると包括的にそれをできるための足掛かりとして法律っていうものが必要かもね。うん、まあ必要だろうね。法律がなければ予算って通らないからね。そうね。まあその前段階からでいいんじゃない。その前段階から別に国に、まあ、まあまあまあ今ちょっとさらっとすごいこと言ったね。うん、だってもうだいぶ考えてるからねこのことについては。まあそうだけど、うん、いやさらっとさらっとだけど別にまあ考えてるでしょう。考えてはいるけどさ、うん、っていうのを、まあでもさ、まあ、だから去年2013年の終わりぐらいから、まあ、徐々にそういう方向に考えて、これ何2014年の抱負？いや抱負は別に語ってないけどね、うんうん、2014年は、うん、まあそうだね、そういう方向にがっつりシフトチェンジしていくってこと？ここら辺で。まあさ、よくよく考えてみるとさ、うん、あの今までずっといろいろな活動者たちとこうなんていうんだろう、交流してきたけど、うん、例えばうちのひろこびちのなんか出てもらった人とかで言うと、うん、あのサリドマイドのこの辺喋ってくれる、この辺サリドマイドのゆかりちゃんもそうだし、それから自殺問題を取り扱ってた田口さんとかもそうなんだけど、うん、ゆかりちゃんと田口さんでみんな田口ゆかりちゃんだと思っちゃうそうか、増山ゆかりさんと田口真由さんね、はい、とかもそうだし、まあ、LGBT の問題とかもそうだけど、うん、やっぱり社会問題を解決しようとかって思った時には法律通してるんだよね。まあそうだね、障害者差別解消法とかもそうだし ね、 そうだね。だから、まあ、見た目問題の対策とかを考えた時にもそういったものは必要なんだろうなっていうには、まあさ、ね、自分の人生の中でさ、ね、法律一個作ったらいいね。まあ ね、 ね、ライフワークでさ。そうだ ね、 ね、でも自殺、ね、国をだって動かしたことになるじゃん、ほんの少しかもしれないけど、法律1個作ね、ほんの少しじゃねえだろ法律1個作ったら、うん、いやでもね、私ね、障害者差別解消法ってね、正直に言ってこんなに早くできると思ってなかったから、うん、障害者差別解消法だよ。前々から意見されてたことだったけど、できるってちょっと私もやっぱ思ってなかったんだけど、実際頑張ったからね、障害者。もうストレートの名前だよね、差別解消法だよ。うちだったらどんな法案の名前にするの？見た目問題対策法とかびっくりした、解決方法にするのかと思ったけど解決はちょっと解決対策、対策法だ。今頃ユダ様が 筆で見た問題対策法って書いてるかもしれない。書いてねえよ。うん。うん、そっか。まあでもそう思うね。なるほどね。うん。うん、そんな法律あるんだ。これ今俺自分の机と間違えてこの机の下にマウスがあるもんだと思って探しちゃったよ。もう。どんな法律？うん、そう、障害者差別解消法かな。できたなのかな、施行はまだされてないのかな、うん、去年でしょ法案が通って。何年、昔は電車の路線線路に捨ててたなタバコ、あーホームからね、うん、ちょっと前できたね。そうだね、なんね、この話多分どっかし公園でしてるのかな、見た目問題じゃないや、ごめん、障害者差別解消法って法、それはあの国の法律として法案が通ったんだけど、その前段階としていろんな県が条例を作ってる の、 あの障害者の差別を禁止するような条例をね、うん、で一番最初に作ったのが千葉県なんだけど、うん、その条例ができるときに対象の中に、障害者っていう対象の中に見た目に症状がある人たちを入れるのか入れないのかっていう
のが、うん、もうあのぎなんていうの会議というの会議に上がってたわけ。あれ何年前だっけ。あれも何年前だっけ、ね、千葉まで。MFMS がもうできてはいたから2006年とか7年とかそのあたりだったと思うんだけど、まあ、1、2年ぐらいの時だね、うん、もうその頃から実は考えてるんですよ。そう、その時にその千葉で条例ができる時に本当に最後の最後までその見た目に症状がある人たちを対象に入れるか入れないかっていうのが、うん、まあ、議論されてたの ね。で最終的にはそれがこう最後の段階でやっぱり外されちゃったんだけど、うん、なのでそもそもが障害者差別っていうのを禁止しようっていう動きがで法、うん、あの条例ができていく段階で見た目に症状がある人たちを入れる入れないっていう議論がなされてたのね。だその頃からやっぱり法律とか条例っていうものっていうのは、まあ、漠然とだけどね、うん、なんとなくその頭の中にはあって、あの、うん、でまあ大きいのはやっぱりいつ話障害者差別解消法っていうのが制定されて、はい、っていうのがあって、で自殺のね自殺 の、 その対策の法律とかもできたりしてっていうことが実際に起こってきて、まあ、見た目問題っていうのも法律っていうものを考えないとなっていうのが、まあ、去年あたりから固まってきたって感じかな。そうだね、うん、まあ、あの時に条例の一つとして、うん、あの中に組み込まれてたらちょっと勇み足しすぎたかもしれないなって俺は思うね、今思うとね。 あの時は最後の段階で外されちゃったのが2006年ぐらい7年、うん、だったかな、うん、外されちゃったのがすごい逆に残念でもさ、あの人今いるかどうか分かんないけど担当者し担当してくれた、うんうんうん、すごいよね、連絡くれたりしてたもんね。そうね、何回かね、うん、教えてくれたっていうかね、まあいろいろね、そういうのもあって、うん、だから、うん、まあそうだね、あの時はまだ時期尚早、早早時期尚早だったね、時期尚早だったんだよね、うんうん、まだまだ世の中に見た目問題って知られてなかったし、うん、今になってみれば新しい人権とか言ってここね去年とかも結構取り上げてもらったけど、そんな動きはまだ全くない頃だったから。人権といえばさ、うん、全然違う話していい？いいよ。10月あこれまだ言っちゃいけないのか、ダメなの、そっか、うん、あじゃあやめ、何言い出すのかと思った今慌てちゃったそっか、うん、あ10月になんかあるよ、10月なんかあるよっていう、うん、そういうことにしてて、うん、っていうこともあるので、まあ、時期的にね、うん、そろそろそういう動きを本格的にしていいんじゃないかなって。10月にもだな、他にももっとやる、うん、そうそう、まあその前にもあるからね、うん、そっか、だからね、まあそういうことだよね。どういうこと？今日の話をまとめると、そういうことだよねって振ったからどういうことって聞いたの。滑りやすい坂っていうのはあっちこっちにあるよって話だよ。なんだよ、俺のを取るなよ滑りやすい坂論を取るなよだからみんな滑らないように気をつけてっていうことだよね。私はね、もうちょっと話してもいい？この間滑ってきたばっかりだけどね2.2 銀座松屋の屋上で、もうちょっと話してもいいですか？滑ってきたばっかりだけど、あのね、これはね、あのね、ケンちゃんの話も思い出すわけ。誰ケンちゃんって誰ケンちゃんって、下村ケンちゃんね、下村ケンちゃん、下村ケンイチさんね、下村ケンイチ様だ、下村ケンイチ様、下村ケンイチさんの話も思い出すわけ。この滑り坂元内閣審、なんか審議官、審議官、審議官ね、世の中っていうのはこう坂道なんだって教えてくれたじゃない、はい、社会ってのは坂道なんだもう次言う言葉が分かっちゃうまあだってさ、もう一緒に聞いてるわけじゃん、ね、社会ってのは坂道なんだって。だからこうね、こう現状を維持してるように見えるけども、それは現状維持できるようにって頑張ってる人たちがいて、一生懸命ねこうねアクセルを踏んで後ろにバックしないようにって頑張ってる人たちがいるから、今この状態を保つことができるんだって。この人たちが活動する運動することをやめてしまったら、アクセル踏む人がいなくなっちゃってガッてこう坂道を転げ落ちてしまうと。なるほど、で、そ、うん、え、うん、でこうグッとね活動を頑張ってる人たちがいるから、今の社会がこう現状維持できて少しずつこう実は上がってるんだと。でこの社会の角度っていうのが
時代によって緩くなったりきつくなったりするんだって。だからずっとアクセルを踏み続けていれば、ふってこの坂道の角度が緩くなった時にグッて前進することができるっていうことを教えてくれたわけですよ。でこれにも通じるなと思って、滑りやすい坂道なんだけど頑張ってる人たちがたくさんいるからこそ今この状態をキープすることができる。頑張ってアクセルを踏み続けていればやがて前へ進むことができる。角度が緩くなった時にふって登ることができる。なるほど、うん、じゃあみんなに角度を下げてもらえばいいな。そうそうなの。そう時代のね角度が下がって、あーでももうガソリンがランプが点灯してなんがな。そう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 、アクセル踏むためにはガソリンが必要だからね。みんなに押してもらえばいいの。ガソリンを入れてもらうガス欠だから。ガス欠だから、だからもうガス欠だから、みんなにガソリン入れてもらわないとね。ガソ押してもらうんじゃなくて、押してもらってもいいけど、できればガソリン入れてもらわないと。時代は電気自動車だからね。ハイブリッドは電気充電でもいいけどさ、うん、もうだってもうあれだよ、iPhone がもうよくさ充電のバッテリーが少なくなってますってピンって出てくるけど、もうそんな状態でしょ。滑りマイスタイルも滑ってるわ。もうバッテリーが少なくなっちゃってるわけじゃない。見た目問題って何？それが知りたい人はマイフェイスマイスタイルのホームページをぜひご覧ください。はいこちらみたいなね。冒頭で俺が言ったじゃないか。そちらに詳しく書いておりますから。まあ、そんなところです。なので今日はね書き込みが少ないね。え、そう滑りざっ。安いね、坂はあちこちにあるんです。何？滑りやすい坂っていうのはあちこちにあるの。だからみんなでそこにね、ほっとくとどん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 滑っていっちゃうよ。だからみんなで一緒に頑張ってこねというお話です。うーん坂ね、うん、下から登るからいけないんじゃないの。え？上から下ってくればいいんじゃないの。どうやってどうやって一生懸命下から登るから疲れるんじゃん。そっか。だから上からこう上からバーってくれば何にもいらないじゃん。じゃあどうやって上行くのよ。一番上にまず何が、まずその上にどうやって行くんだ。最初から上にいればいいんじゃん。斬新斬新じゃねえよ。他なんだよ。はい、今日はそんな話でした。うん、そうですか。あでね、まあ、最後にこれは私のあれ告知ではないんですけど、ちょっとさっきの紙返してもらっていいですか。ちょっと、ね、さっきの紙をちょっと返してもらっていいですか。はい、このウガンダの問題に関してね、ですね、ウガンダの問題に関して、まあ、支援団体の人たちが、坂道熱弁とか映画の上映会をやるそうです。そんな映画やんの。うん、何？ウガンダの地で、私が私であるということを命がけで戦ってきた人たちのおそらくドキュメンタリーな映画だと思います。 mfms.jp って貼ってくれたよ。でそれがね京都と東京で行われて、京都が3月9日日曜日、うん、で京都市東山いきいき市民活動センターで行われます、うん、で東京では3月13日の夜に、うん、東京ウィメンズプラザの方で、行われます。でこれは多分 Facebook とかでその情報が出てます。私のところにもリンクとかシェアとかしてありますので、もし東京とか京都とかの方のお近くにお住まいの方はぜひこのイベントに参加してみてください。私も東京の方のイベントには参加したいと思ってますので。失礼。この人会場で私をお見かけになった方は、猫のよろしかったらぜひ声をかけてください。この3月13日木曜日の夜の東京ウィメンズプラザの方の映画上映会の方に私も活動あごめんなさい参加したいと思ってますので、見かけた人は声をかけてください。ということで本日の放送は早いな、ここまで。ツイッター読まなくていいの。あ、そうか、ツイッターなんかいろいろありましたか。いや、特にないです。でもね、この今日来てくれた、うん、今この特養キッスさん、ツイッター開いたらイケちゃんって書いてあったけど、
初めて来たんじゃない？そうかもね、うん、この人がなんかちょっと興味を示してくれたよ。 ありがとうございます。内田由紀さんのファンですって会ったことあるよ。俺会ったことっていうか目会ったことあるし、ね、いや、まあ、見かけただけでしょ。違うよ。ああ違いますよ全然。まあいい、はい、うん、そっか、うん、ということで、なんだ、ちょっと待って、最後に先週に引き続き興味深い放送内容だと思ってたのに、うん、先週に引き続き残業で帰宅したらすでに終わりかかった、ね、これから始まるよ。いやもう終わる。これから始まる。もう終わります、うん、じゃあ録画の方を見ていただければね。アーカイブをぜひご覧になってください。アーカイブそろそろ有料にしちゃおうかなと思って。爆弾発言だね。いやタイヤードはもうそういう風に見るって言ったから、もう爆弾発言が出たところで、来週は3月の7日、うん、3月7日、うん、まだ内容とかは考えてませんので、これからこの1週間で決めたいと思います。おいっす、ね、ということで、明日明後日ももしかしたら寒くなるかもしれませんから、皆さん風邪など、ね、そう、皆さん風邪などお引きにならないように気をつけてゆっくりとお休みください。なー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 って流す。終わっていいですか？大丈夫ですか？大丈夫です、続けてください。大丈夫ですか？エンディング今なー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 にしようということで、2月20日もう今日は撮ってきた、これで終わりね、うん、ということで本日はこれにて終了。それでは皆さんまた来週、さよなら。しまいた